こんにちは、山瀬のりぶです。今日ご紹介するのはこちらです。フォーナインズの新製品 S130T シリーズですね。ではこちらご覧ください。はい、こちらがですね、S130T の方ですね。こちらですね、色はガンメタリックで、横がですね、プラスチック、になってまして、色がですね、パラレルライン、ブラックっていう色がついています。130T シリーズにはですね、この、130T と 131T の形があります。こちらは 130T の方ですね。で、これが正面から見たところです。実際にはこちらですね、こちらがガンメタリックで、で横がこうプラスチックの、カバンがしてある、中にはこうチタンのですね、芯が入ってます。でこんな感じですね。で、パラレルっていうのはですね、こう少しこうなんていうのかな、ラインが入ったような透明感のある、素材になってますね。こういう感じです。ちょっとかけてみましょうか。どうでしょうか。こんな感じです。ちょっときちっとした感じのフレームだと思いますね。うん。でもいいですね。で、次にですね、ご紹介するのはこちらです。こちらがですね、先ほどと形が違って 131T の方ですね、 S131T の方ですね。少し 130T に比べて、縦幅が増えてますね。さっきの 130T のをちょっと見てみましょうか。あ、それよりもこちらの方で見た方がいいかな。これは正面ですね。これは正面から見たところですね。それで、130T のはこんな感じですね。こんな感じですね。縦幅が少しあります。さっきのは、ね、微妙な違いですけど、ずいぶん雰囲気がね、変わってくると思います。で、これの色違いも入ってきてます。こちらの色違いが、今のカラーですけど、チタンシャーリング。で、横が、パラレル、ブラックっていう色です。チタンシャーリング、パラレルラインブラックですね、こちらもですね。はい。ちょっと待ってくださいね。正確に言わないといけないんで。そうですね、チタンシャーリングパラレルラインブラックでいいです。それで、そうですね、ちょっとこちらもですね、かけてみましょうかね。はい、じゃあ。こんな感じです。これもそうですね、いいですね。先ほどよりこう縦幅があって、この色だと少し落ち着いた感じになりますかね。そして次にですね、ご紹介するのがこちらです。はい、こちらがですね、先ほどの 131T で同じですね、形は同じなんですけど、色がですね、ダークブルーマットですね。横がですね、パラレルライン、グレー、ブルーっていう色になってますね。こちらです。で、そうですね。こちらがですね、これですね。こんな感じです。で、これもかけてみましょうかね。はい。こんな感じですね。どうですか。こんな。
少しこうさっきの色に比べてはアクティブな感じになるんじゃないかなと思います。はい、で横の部分ちょっとご覧ください。このように、フォーナイツの特徴ですけど、こう衝撃を吸収するような、仕組みになってますね。であとここだけで吸収するわけではなくてですね、ちょっとこちらご覧ください。こう構造的にですね、まあ今あの写真でご覧いただいたところはこちらですね。この端のヒンジの部分ですね。これはフォーナイツのメガネのよくある特徴ですね。ここで衝撃を吸収しています。それともう一つ、こちらですね、表面がこうメタルになってまして、裏にですね、こっちの方が分かりやすいかな、こう二重構造のような感じになっているの分かりますか。はい、そうですね、メタルのこの、表の内側にですね、ナイロール構造のですね、フレームが、もう一つあるような、二つのレイヤーを重ねたような、構造になってますね。ですから、よりこう立体感がある造形になっています。そうですね。あと、そうですね、今たまたま、同じ形で色違いございます。こちらは今ブルーの濃いめのカラーですね。そして、もう一つと比べてみますね。こちらですね。これと、まあもうちょっとさっきの指示はちょっと省略しますけど、はい。こういった感じですね。よくこう顔の形で似合う似合わないっていうのをよく紹介されてると思うんですけども、三角とか丸とか四角とか、そういった造形的なことっていうのはほとんど似合う似合わないにはあまり関係ないと思ってます。で、一番大事なのはどんなふうにイメージを出してき、いきたいかっていうことなんですね。ちょっと、そうですね、皆さんこう自分からちょっと言いにくいかもしれないんですけども、どんなふうに表現した自分をアピールしていくかっていうことも一つメガネをですね選ぶ時の基準にしていただくといいかなと思います。そんな大げさじゃなくてですね、なんていうのかな、イメージに合う感じ、今のイメージに合う感じ、そしてこれから、なりたいイメージ、そういったのも一つ選ぶポイントだと思ってます。ですからこの前もご紹介しましたけど、こういった大きな姿見ありますので、こちらにもあるんですけど、そういったのを利用してですね、全体のこうファッションまでいかないかもしれないけど、なんつうのかな、全体のこう服装の一つのアイテムとして全体の中で捉えて、選んでいただくとよりいいかなと思います。そんなちょこっと選び方少し言ってみました。またいろいろですね、実際にかけてみて、こんなのがいいなっていうのがちょっと分かってくることありますので、お気楽に来ていただきまして、いろいろかけてみてください。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。